にちは。アフリカをエンターテインメントしているファティマタです。小さい時からダンスが大好きで、ジャネット・ジャクソンとかマイケル・ジャクソンとかに憧れて、今では超ニッチなアフリカンダンサーとして食べています。20代になってから土着的なアフリカの太鼓の音に血が騒いでしまう自分を発見して、それでそれを探るために1999年にアフリカに渡航してみたんですね。でそこで見たアフリカンダンスに超衝撃を受けまして、このダンスを日本に私が伝えなければいけないという変な使命感を感じてしまったんですね。でそれ以来毎年アフリカに行くようになりました。でお金がないから今年は行かないっていう選択肢は私にはなく、もうどうしたら毎年アフリカに行けるのか、どうしたら1ヶ月以上を日本を空けてもまかり通るような社会的立場になれるのか、どうすればダンサーとして食べていけるようになるのか、で常にそういうことを考えながら20年間毎年アフリカに通っていました。主催していたアフリカツアーは15年以上続いて延べ100人以上の参加者になりましたし、アフリカンダンス教室も15年やっています。あとはね、セネガルの部族語のオンライン語学レッスンも10年続いてます。あとはアフリカで買い付けてきた雑貨を販売するオンラインショップも運営しています。はい、そうしている間に劇団エグザイルからアフリカンダンスの振り付けのお話が来たり、あとは E テレの、エグザイルがやっている E ダンスアカデミーという子ども向けダンス番組での、アフリカンダンスの振り付けとか監修とか出演とかそういうお話をいただいたり、あとは毎年、国際交流系のイベントの出演ですとかダンスワークショップをやらせていただいたり、そうやって、アフリカンダンスの仕事も増えていったんですね。で、アフリカ渡航も約30回となりました。はい、でエンターテイナーとして生きていきたいという夢は今でも変わっておりません。ファティマタのフィルターを通して、皆さんの日常にワクワクドキドキするスパイスをお届けしたいと常に考えております。オンラインで気軽に参加できるダンス教室もやっております。よかったらホームページチェックしてみてください。あとはですね、ダンスに関するファティマタの情報を SNS、あとは YouTube でも発信してますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。